高病原性の鳥インフルエンザが発生した出水市高尾野町の養鶏場について、県は半径10キロ以内で鶏や卵などの持ち出しを制限していましたが、今日午前11時に制限の一部を解除しました。今月3日、出水市高尾野町の養鶏場で、県内の養鶏場としては今シーズン初めて高病原性の鳥インフルエンザが確認され、鶏およそ2万3000羽が殺処分されています。県によりますと、発生農場から半径3キロ以内の17農場で今日までに立ち入り検査やウイルス検査で異常は見られなかったことから、県は今日午前11時、半径3キロから10キロまでの卵や鶏の搬出制限を解除しました。ただし、消毒ポイントは現在の7箇所を継続します。今後、養鶏場での新たな鳥インフルエンザの発生がなければ、今月26日の午前0時に3キロ以内の制限も解除され、すべての制限が解除されることになります。